さらばたたあげたハンナマンナナ,ナウキャローミー <noise> 大宝好物華厳経真の菩薩門阿そぎぼん第二十五 その時に真の菩薩仏に申しても咲く。世尊よいはゆる遊儀浮か漁無分在無周辺浮か周浮か少量浮かし儀浮か説 ふかせ浮かせなるあり世尊いんがそぎないし浮かせ浮かせたるやその時親の菩薩が仏に申し上げるよう世尊よ遊び不可量無分剤無周辺不可数不可少量不可思議不可説不可切不可つ、 とといいうことを受けたまわっています。が世尊よその遊びとかないし不可説不可説とかいうのはいかなることでございましょうか「仏心の重さに告げての玉はくよいかなよいかな全難しよ」。 主上を尿役戦がゆえにすなわちようこの如来をぐと小学部地の境外の人々の儀をとえり全難し難事ま明らかに聞け我まさにこれを特別し 仏は真の菩薩に告げたもう「よいかなよいかな善男子よ御身は主上利益せんがためによくこそ如来の悟りの境外の人人の義手を問われたことである善男子よ御身今明らかに聞かれよわしはそれを解こうと思う」。 その時に真の菩薩を仏に申しても作せ尊にしがりよきたてまつらん真のお菩薩が仏に申し上げるよう世尊よ承知いたしましたよく拝聴いたしましょう。 仏神の菩薩に告げての玉は薬やの薬ぐの一氷と名付け氷の氷を一う煙と名付けふ煙のふ煙を一なゆたと名付けなゆたのなゆたを一ばらと名付け 茨の茨をいさと名付け、さのさをいちらいと名付け、らいのらいをいしょうと名付け、しょうのしゅんをいちぶじと名付け、むじのぶじをいちあばらと名付け、あばらのあばらをいとくしょうと名付け、 特徴の特徴を一文在と名付け文在の文在を一十万と名付け十万の十万を一両と名付け両の両を一円と名付け 下の下を一茂と名付け、茂の茂を一利浴と名付け、利浴の利浴を医者と名付け、社の社を一樹と名付け、五の五を一通と名付け、通の通を一品種と一品身と名付け、 んしんのんしんをいちもと名付け、ものも多いしゅるとなづけ、しゅるのしゅるをいしゅっとなづけ、しゅつのしゅつをいちぶんとなづけ。 分の分を一分別と名付け、分別の分別を一生と名付け、小の小を一字と名付け、字の字を一右天道と名付け、不典道の右典道を一不番と名付け、 不歯の不歯を一生と名付け、小の小一へと名付け、えのえを一第一と名付け、第一の第一をん、もう問い、絵のえを一第一と名付け、 ないいちの第一をい。かくと名付け核核、うん。かくの。かくを。いちびしゃし。いちびしゃこと名付け。と。と。とですか。そうですね。もっとい。病の病う。ん。もとい。えー 角の角を一微彩とと名付け、微彩とのびしゃと一五甲と名付け、五甲の五甲を一妙と名付け、妙の妙を一ラバと名付け、ラバのラバを一狩り場と名付け、狩り場の狩り場を一ゲダと名付け、 ナツのナツを一心をと名付け、大野を一カリナと名付け、カリナのカリナを一心と名付け、ンのンを一軒閣と名付け。 剣覚の剣覚を一妙相と名付け妙相の妙相を一丸ろだと名付けいまるだの丸るだを一人と名付け人の人を一いと名付けしのしを一丸まと名付け丸るまの丸るをいいとと名付け どのとおいちりぎと名ずけ、リギのギをイいュと名ずけ、しのしおいちおいと名付け、おイのいおい,いちおいチまたらと名付け、またらのまたらをいちどと名付け、どうのどをいとと名付け。 人の遠いせと名付け、節の節を一脈と名付け、脈の脈を一両目と名付け、両目の両目と一苦境と名付け、苦境の苦境を一少量と名付け。 少量の少量を石原と名付け、荒の穴を一丁と名付け、蝶の蝶を一中と名付け、釉の釉を石ラと名付け、ギラのギラを一味と名付け、 みのみを一ちぬらと名づけ。ぬいらのぬいらを一毛けと名づけ。けのけを一らと名づけ。しらのしらを一ちじまと名づけ。じまのじまつを一ちらと名づけ。 ミラのミラを一軒語と名付け、軒語の軒語を一風と名付け。風の風を一万と名付け、万の万を一宇賀少量と名付け、宇賀少量の宇賀少量をいこんと名付け。 紺の紺を一ミサイと名付け、ミサイのミサイを一レンゲと名付け、レンゲのレンゲを一マガバと名付け、マガバのマガバを一ウカドと名付け、 ウかどのウかどをイチと名付け、けるのけるをイチと名付け、ゴのごいこうと名付け、こウのこうイチバ,バと名付け、ばばのばばをいけんと名付け、けんのけんをいちむげんと名付け、 無限の無限を一陸と名付け、陸の陸を一次生と名付け、二章の二章を一ミラフと名付け、ミラフのミラフを一シャバラと名付け。 シャマラのシャマラを一方と名付け、王の方を一、ハラマダと名付け、ハラマダのハラマダを一、欠如と名付け。欠如の欠如を一、ルテンと名付け、ルテンのルテンを一、こうぜと名付け。 口絶の口絶を一無人と名付け、無人の無人を一等真実と名付け、一真実の等真実、うん、またい、伊真実の等真実を一無我と名付け、無我の無我を一夜半田と名付け。 アハンダのアハンダを一少蓮華と名付け少蓮華の少蓮華を一種と,と名付け主の主を一種と名付け主の主を一種と名付け樹の樹を一阿遊びと名付け阿遊びの阿遊びを一阿遊び天と名付け 阿ソギ天の阿アソ天を一無量チムリオトナゾ無ムリオノマリオオイチムリオトンドゥケムリ無トンノマリオトンゴイチムブンザイトナゾケムブンザイノマブ無分イオ 無しゅへんと名付け無しゅへんの無しゅへんを一無しゅ天へんてんと名付け無しゅへんてんの無しゅへんてんを一無しゅと名付け無しゅの無しゅ一無しゅてんと名付け 無主天の無種点を一羽化章と名付け、不化章の無化章を一羽化章天と名付け、不化章天の一羽化、ん、またいい。不化章天の無化章点を一羽化しぎと名付け、不化しぎの無化しぎを一羽化しぎ天と名付け。 浮かしぎ天の浮かしぎ天を一浮か両と名付け、浮か両の浮か両を一浮か両天と名付け。浮か両天の浮か両天を一浮かせと名付け、浮かせの浮かせを。一浮かせ天と名付け、浮かせ天の浮かせ天を一浮かせ。 天の天と名付く「仏は親王菩薩に告げ玉わく百千の百千を一氷と名付け、えー、といわゆるサンスクリットでいうと「コーティ」。 あのよく「十万」とか訳すんですけど「氷の氷を「一」「不変と名付け「不変の「不変を「一」「なゆた」と名付け「なゆた」はサンスクリットも内歌「なゆた」「なゆた」の「なゆた」を「一」「ひばら」と名付け 火トの火花を一さと名付けさのさを一来と名付け来の来を一生と名付け小の生を一無事と名付け無事の無事を一あばらと名付けまああばらはサンスクリトットでもあばら。 あばらのあばらを一徳章と名付け、徳章の徳章を一分解と名付け、分解の分解を一十万と名付け、十万の十万を一両と名付け、両の両を一下と名付け、下の下を一しびと名付け、しびの 下の下を一しげと名付けしげのしげを一利翼と名付け利翼の利翼を一者と名付け者の者を一寿と名付け寿の寿を一通と名付け通の通を一貧心と名付け 品心の品心を一毛と名付け毛の毛を1種類と名付け種類の種類を一種と名付け種類の種類を1と名付け文の文を1分と名付け分の分を1分別と名付け 分別の分別を一生と名付け、小の章を一字と名付け、字の字を一不天道と名付け、不天道の不天道を一不晩と名付け、不晩の不晩を一生と名付け、小の章を一へと名付け、 絵の絵を第一と名付け、第一の第一を一角と名付け、角の角を一、微小とと名付け。えー、と微小とはですね、サンスクリットの、えー、ビチャスタ。 美少女の美少女じゃなくて美シャト美シャトの美シャトを一五甲と名付け五甲の五甲を一秒と名付け妙の妙を一ラバと名付けサンスクリットのネーバ、ね、ネーバララバのラバを一カリバと名付け、えー、これはサンスクリットハリバカリバのカリバを 一ダ脱と名付けゲダ脱のゲダ脱を一王と名付け王の王を一カリナと名付けカリナはサンスクリットのハリハリサ最後「サですかね一カリナと名付けカリナのカリナを一イインと名付けインのインを一見覚と名付け 見学の見学を一妙想と名付け妙想の妙想を一マルダと名付け、えー、マルダはまさつきともマルダマルダのマルダを一人と名付け人の人を一子と名付け死の死を一マルマと名付け マルマはサンスクリットもマルマ。マルマルルのマルマを一頭と名付け頭の頭を一理ギと名付け理ギの理ギを一,一種と名付け種の種を一不法一と名付け不法一の不法一を一マタラと名付け、えー、とマタラはサンスクリットではアマートラ マタラのマタラを一銅と名付け銅の銅を一銅と名付け銅の銅を一節と名付け節の節を一百と名付け百の百を一両別と名付け両別の両別を一苦境と名付け苦境の苦境を一少量と名付け少量の少量を一あらと名付けあらのあらを一町と名付け 蝶の蝶を一ウと名付け、ユウのユウを一ギラと名付け、ギラのギラを一ミと名付け、ミのミを一ネイラと名付け。えー、ネイラは、まあ、サスキュトでもネイラ、ギ,ギ,ラ,は、えー、とギラはゲイラですかね。ゲそうですね、ゲーラ。アラというのはエイラ。 元にネラのネラを一義と名付けこの義はケーラサンスクリットはケーラ義,義の義を一シラと名付けこのシラはサンスクリットのセーラシラのシラを一樹末と名付け樹末の樹末を一ミラと名付けミラはサンスクリットのメーラミラのミラを一ケンゴと名付け 堅固の堅固を一風と名付け、風の風を一万と名付け、万の万を不可少量と名付け一遊とか、超の超一遊流とか言いましたかね。大丈夫ですね。えー、と。 不荷少,少量の不荷少量を1根と名付け紺の紺を1ミサイと名付けミサイのミサイを1蓮華と名付け蓮華の蓮を1マガバと名付けマガバはサンスクリットでもマガバマガバのマガバを1不可動と名付け 不可度の不可度を一ケールと名付け、ケールはサンスクリットのヘールや、ケールのケールを一語と名付け、語の語を一コと名付け、公の公を一ババと名付け、ババ,バはサンスクリットのハー,ハーババ、ババのババを一軒と名付け、剣の剣を一無軒と名付け、 無限の無限を1陸と名付け陸の陸を1実証と名付け実証の実証を1ミラフと名付けミラフはサンスクリットのメーラブミラフのミラフを1シャマラと名付けシャマラはサンスクリットのチャマラ シャマラのシャマラを一方と名付け法の法を一ハラマダと名付けハラマダはサンスクリットのプラマーダハラマダのハラマダを一欠乗と名付け欠乗の欠乗を一ルテンと名付けルテンのルテンを一公節と名付け公節の公節を一無人と名付け 無人の無人を一等真実と名付け、等真実の等真実を一無我と名付け、無我の無我を一アハンダと名付け、アハンダはサンスクリットのアバンタ。アハンダのアハンダを一小連下と名付け、小連下の小連下を一種と名付け、種の種を 一種と名付け種の種を一樹と名付け樹の樹を一遊そぎと名付け遊そぎはサンスクリットのあっさんきやあその遊そぎを一遊そぎ点と名付け遊そぎの遊そぎ点を、うん、もとい 遊遊びびのアソギ店を一無料と名付け、無料の無料を一無料店と名付け無料店の無料店を一無分剤と名付け無分剤の無分剤を一無分剤店と名付け無分剤店の無分剤店を一無周辺と名付け無周辺の無周辺を一無周辺店と名付け 無周辺点の無周辺点を1無数と名付け無数の無数を1無数点と名付け無数点の無数点を1不可証と名付け不可証の不可証を1不可証点と名付け不可証点の不可証点を1不可思議と名付け不可思議の不可思議を1不可思議点と名付け不可思議点の不可思議点を1不可量と名付け 不可量の不可量を一不可量点と名付け不可量点の不可量点を一不可説と名付け不可説の不可説を一不可説点と名付け不可説点の不可説点を不可切不可説と名付けこのまた不可切不可説を一不可切不可説点と名付ける。 ははい渚さんこんこばちょっと言うとこう今単位の説明をしていたところなんですけれども、えっとですね、この単位はあの位が一つ上がるとこう単位が変わるっていうその単位の変わり方と。 えーとそれから万一万倍すするると単位が変わるのありますよね奥から先はそうなってますよねそういうの何て言うんでしたっけねこう単位の変わり方のこうそういうのあるんですけどそういうシステムっていうかそういうのあるんですけど、まあ、位が1個変わると単位が変わるのと1万倍すると単位が変わるのとそれから えと例えば1万が1万倍すると単位が変わるそのとかそういう風な1万が1万倍例えば10万だとしたら10万が10万倍するとみたいにこう何て言うのかなその難情っていうのがあるじゃないですか。1個ずつ変わるのだったら、えーと 2乗になると変わる3乗になると変わる4乗になると変わるってやつですよね。それでその1万ずつ変わるっていうのは4乗の次は8乗その次は16乗で変わるわけですよね。で今のやつだとそうではなくて。 8乗の次は16乗16乗の次は32乗っていうところで変わっていくっていうことだから最後一体いくつにどのくらいになってるのか途中か分かんなくなっちゃったのでえ一体これ何,何乗の話をしているのか1不可説まではねあの何回も出てきてるんですけど不可説不可説点っていうのがまで出てきちゃったので最後これが一体何乗になるのかあとで計算をしてみたいと思います。はいなぎのさん えーとね、あのこの間はどうもありがとうございました。あの非常に興味深いキャストを聞かせていただいてありがとうございます。基、え、本、ー、の興味がある人が多かったのでちょっと私も読んでみたいなと思って今読んでおります。途、え、方、ー、もなく大きな単位は宇宙的な感じがしますね。まさにその通りですね。なんかこれを読んでて多分その単位をこうずっとこう。 考えていた時にもうほとんどこれはこうま,まともに考えながらやってると瞑想状態に入っていくような感じがいたします。はい、というわけでこっからですね「げげ歌の部分に入っていきますのでうんどういうふうにやっていくのがいいのかなと思うんですけど4行ずつやっていったらいいのかなとちょっと私の中では思っております。 というわけで、ちょっと枠を切り替えて読んでいきたいと思います。それではまた後ほどありがとうございます。ごきげんよう。